ナルトコノハ戦記インシキフで読んでいきます。皆様皆様いかがお過ごしでしょうか。本編の方はねもうクリアをしておりますので、まさかねクリア後にあんなもんがあるとは思わんかったっすね。気になる方は最終話14シャープ14を見ていただけるとわかると思います。ではもうね残り読んでない人をじゃんじゃん読んでいきますので、ザクザクこの辺読んだっけ。ザクアブミ9月14日生まれ。お、超音波と空気圧を操る音隠れの忍び大、オロチマルの命を受け住人式に参加する。性格は目立ちたがりと。 AB 型なんやこいつ。へー、サスケのね住人モードで腕バッキバキにされる描写はなかったですね。ドスキヌタ6月12日生まれの14歳、音隠れの忍び。腕にスピーカーのような共鳴線を仕込んでいる。好戦的な性格だが冷静で礼儀正しい。音を操るんよね。あのリーのね聴覚を刺激してね、なんか酔いっていうのか、なんか車酔いみたいなことさせよったね。と金土の声誰やったっけな。7月6日生まれの14歳、鈴の音を巧みに使った1000本の攻撃を得意としている。音隠れのくの一、冷酷で嫉妬深い性格。なんか金土のね声はねなんとなく覚えとんよね。誰とは言えんけどさ。でこの3人は中忍試験が終わった後何してたかっていうと、あのオロチマルが三代目ホカゲと戦うときにあれをしとったはずなんです。あれね、あの黄泉転生じゃねえや、江戸転生か。江戸転生のそのね材料っていう言い方あれやけど、そのね生贄になってましたねこの三人確か。でもね四人目のね四代目のね生贄は誰やったんやろうね。まあとにかくこの三人はねその江戸転生の生贄になってました。で、アメガクレ。こいつらね、名前あったんよなって。カガリ、オボロ、ムビ。カガリが11月16日生まれの17歳。三位一体攻撃を得意とする。アメガクレの忍びの一人。監視の役割を持つ感覚を研ぎ澄ますために、両目を隠している。好きなものはアサリご飯。わざと、縛りプレイしようや、こいつ。感覚を研ぎ澄ますために、両目を隠している。なんか、逆に不便じゃない。で、オボロ。12月の20日生まれ、17歳。三密体攻撃を得意とする雨がくれの忍びの一人。攻撃を担当する執念深い性格でサスケに恨みを持っている。好きな食べ物は味噌雑炊。うん。で、ムービー。11月15日生まれの17歳。三密体攻撃を得意とする。この辺一緒だな。幻影を生み出す役割を持つ幻術は得意だが、接近戦や体術は苦手。好きなものは蒸しナス。蒸しナスなんて見たことねえぞ。焼きナス。味噌田楽。ぐらいやったら、ねえ。蒸したナスビってうまいんかな？このね、三人はね、激忍2ぐらいからかな？組手で出てきますね。ラッキーっつって、なんか、200人ぐらい倒すやつね。あのモード結構好きやったりする。で、オロチマル。10月27日生まれの50歳？本当に？っていうところで。まあ、ジライアとね、同い年。ジライアつなでと同い年ぐらいやけ、まあ50歳なんでしょう。かつては木の葉の外の3人と呼ばれた伝説の忍び。金術を使う野心的な性格で音隠れの忍び。陰で操っている。オロチマル。オロチマルの丸だけひらがななんやね。まあ、この時はもう暁抜けてるんでしょうね。で、確か、暁時代に、イタチの体が欲しくって、なんかそういう風に攻撃を仕掛けたけど、やっぱりイタチに勝てんくって、サスケを狙ったみたいな、なんかそんな話だった気がするな。薬師兜、2月29日。あ、2月29日なんや。19歳、AB 型。AB 型多いよね。この葉の忍びの下人として中忍試験に参加しているが、実はオロチマルと繋がっている。音隠れのスパイ。好きな食べ物は、アジの塩焼き。タイの塩焼き。基本ね、塩焼きはね、うまいよね。で、カブトは孤児院かなんかにおったよね。で、そこで、
本当はカブトって名前じゃないんよね。そこにおった孤児院のなんか先生がつけてくれた名前やったっけ。なんかね、最後の方のナルト疾風伝の最後の方にね、その回想があったはず。で、江戸天聖の能力を上げるためにみたらしあんこをさらって、なんか樹院の力を使いよった気がしますね。で、この辺ザブザか。ザブザか呼んだな。ラズナイナリガトウ。メイズゴーズも呼んだし、手内さんか。おぉ、43歳。頑固で有名な一楽の店主。ラーメン一筋30年のこだわりと技が、技と愛情が絶品の味を生む。あやめという娘がいる。ああ、そうか。手内さんね。ボルト編では一楽はチェーン店かなんかになったんやったっけ？なんかめっちゃ発展したんよね。で、そこの、なんかね、ファミレスみたいになったよね、そのラーメン屋が。でそこの、大食い選手権で1位を取ってるのが、日向なんよね。そんな話も確かあったはず。ボルト編でね。と、マダムシジミ、お前、プロフィールちゃんとあるんや。12月24日生まれの41歳大型。火の国の大名夫人、ペットの猫、カッコトラを溺愛している。好きな言葉はタイムイズマネー。この人こんな、あれやったよね。ちゃんとしっかりプロフィール作り込まれとったよね。マダムシジミはね、まあ序盤にしか出てこんけどね、モブキャラですから。大名夫人であってお前は大名じゃないからな。これ全員読んだかな？全員読んだはず、これで。これで全員読んだはずよね。そうですね。でも何が一番驚きやったかっつっとせや、ガイ先生が26歳だぜ。ガイ先生26歳、エビスが28歳、アスマが27歳。絶対お前らプラス10ぐらい。エビスの方が年上ってんのかな。カカシ先生よりも、エビスの方が上やからな。で、いびきが27とは思えんぐらいの貫禄なんやな、うん。という感じでしたね。ちなみにね、クイズってのがあるんですけど、これ多分一緒なんすよね。アカデミーレベル。あら。あ、違うんだ。ちょっとやってみるか。自分の体を動物や植物などに素早く入れ替える術を何ていうか。変化の術。変わり身の術、身代わりの術、変身の術か？え？入れ替えるか。入れ替えるか。変わり身か。やり直しまーす。お、変わるんだ。イチャイチャパラス全部で3冊。よし。お、プレナイ先生出てきた。牙の網は犬塚。かつて全世界を巻き込んだ壮絶なる忍びの全面戦争なんていうか、忍国大戦、忍者大戦、忍海大戦、忍海大戦だろう。木の葉の里で最も古く優秀な地を受け継ぐ名門の一族は、内葉ヒューガ。最も古く優秀な地。これどっちもじゃない？内葉一族。内葉一族。ヒューガなのかよ。マジか。まあ、最後まで行ってみるか。上人の上に位置し、里の忍び軍団を束ねる人なんていうか。忍び王、忍び大将、忍び頭。忍び頭。敵の足元に巻いて足、これ巻き菱だろ。足止めをしたり、かく乱をする。鉄の棘で作られた人が何？巻き菱。手裏剣役内などを収納しておく手裏剣ホルダーは普通どこに装着する？もも、腰、背中。もも。霧隠れの里は昔別名何と呼ばれていた？
ちぎりの里じゃなかったっけ、区切りの里やっけ、区切りの里。あ、よかったよかった。タスケやカカシがシャリンガンを使うとき、瞳に現れる印はどんな形？ね、巴型。よしよしよし。たくさんの水を操って相手にぶつけるザブズの忍術は、水遁水流弾の術。大爆風の術。防水球の術。水流弾だろう。よし。命鹿丸長次のことをナルトは何と呼んでいるか、おバカトリオだろう。ザブザに手綱の暗殺を依頼したのはガトーですね。カカシの家の枕元に置いてある観葉植物の名前は、ウッキーくんやったはずこれ。よし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 。超天才と言われる鹿丸の IQ200 ですね。さくらがいたくの一クラスで人気ナンバーワンはサスケ。手綱の護衛は何ランク任務だった？ B ランク任務。あ、これ C になるんかな。そうか、さくらが小さい頃、抱えている悩みはおでこが広いこと。10人選抜試験の第一試験の本当の目的は、個人のどんな能力を見抜くためのもの。情報収集能力だろう。10人選抜試験の第二の試験は、試験官は、あんこ。キュービの妖子をナルトの体に封印したのは何代目ホカゲ4代目ですね。まあ、常人ってところか。まあ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 。こんな感じですかね。ではでは、お疲れ様でした。